3つ目こちらになります。じゃーん、じゃん、気候が違うと匂いも違う、はい、ということなんですが、まあ、2つ目でね、はい、あの飛行機乗りになりたかったみたいなちょっと意外なところも教えていただきましたけれども、はい、これからっていうことを伺いましたら、こんなキーワードが出てきました。これどういうことでしょうか。ですね、はい、まあ、本州と北海道の天気がもちろん違うのは皆さんご存知で、はい、もう愛知と北海道も全然違うって、はい、全然違うんですよ。愛知県ともう札幌、北海道でも気候でも全然違うんですよね、うん、でその違いに、まあ、感動を覚えてる人間なんですけども、うん、さらに、はい、もう地球は大きいですから、うん、もっといろんな各国いろんな地域に行って、うん、ただ行くだけではなくて、うんうん、長く住んでみたいっていう夢はありますね、うん、そのいろんな地域に長く、うんうんうん、もう1日2日ではなくて、はい、1ヶ月とかでもなくて、もう1年ぐらい住んでこう長く気候を体験してみたいと気候を体験したいんだって。だから1ヶ月2ヶ月はダメですね。やっぱりなんなら四季折々、そうですね、1年間住んだらその土地の地域の1年間の気象を体験できるから、はい、1年間ごとぐらいになんなら全然違う気象のところに住んでみたい、はい、そうですね。そしてその気候が違うということはですね、はい、まあ、皆さんの旅行に行った時には、うん、まあ、国内でも思うと思うんですけど、街の匂いってあるんですよ。街の匂い、はい、まあ、田舎でもそうなんですけど、うん、土の匂いとかそれが結構違うんですよね。でそういうところも体験してみたいなというふうに思ってますね、うん、そうなんですって。だから将来はね、気候が違えば匂いも違う、日本国内だけにとどまらず海外も含め、はい、旅行じゃなくて住んでみたい、住んでみたい、はい、はい、そんな夢をお持ちの北原さんでございます。今日の気象についてもいろいろ伺ってきましたけれども、はい、ご苦労も伺ってきましたけれども、まあ、これからもお仕事続いていくわけですが、どうですか、はい、これからに向けて。はい、天気予報っていうのは昔に比べれば格段に細かくて、まあ、精度も上がってるんですよね、うん、良くなってはきてるんですけども、うん、やっぱりまだまだ不十分、発展途上にあるなというふうに思っていてですね、まあ、私、まあ、メディア、まあ、テレビとかラジオの仕事をメインでやってますけれども、はい、そういうものを通してですね、もっともっと人の役に立つ天気予報、はい、分かりやすい天気予報にもっとしていけるんじゃないかっていうふうに思ってるんですね、うん、やっぱりそのどうしてもまだ大雨とか猛吹雪で人が亡くなったりっていうことがありますので、はいはい、そういうことがもっと、うん、まあ、ゼロにするのは難しいですけど、もっと減らせるようにしていきたいなと、うんうんうん、かつただ逆に災害が起きないと、はい、まあ、平和ボケといったらちょっと言葉は汚いですけれども、うんうん、慣れてしまって皆さん油断してしまうんですね。でそういうことが逆にないように、常にこう関心をこう持ってもらって、まあ、不幸な災害でこう亡くなったり、まあ、財産が失われたりっていうことのないようにしていけたら、はい、もっとしていけたらなというふうに思ってます、うん、天気予報って本当にそういうところ、人の財産とか幸せとかそういうところに関わってくることなんですね。そうですね、うーん、皆さんもそういうふうにですね、天気予報、キャッチしていただきたいなというふうに思いました。で私はですね、いつもテレビで見ていた北原さんがですね、ずっと子供の頃から競泳をやっていたというのをちょっと聞きましてなんかどうでしょうか、その例えば今年の海の日とかに、はい、遠くからバーって泳いできて北原さんが、はい、今日は晴れますとかっていうの10年前だったらちょっと一回見てみたい、見てみたい、ちょっと締め直してこの辺を一回なんかそういう企画もやってみてほしいなというふうに思いました、はい、これからもご活躍ください。はい、ありがとうございました。はい、今日のゲストは気象予報士の北原裕之さんでした。ありがとうございました。さようなら。